父と親と私、父レイカの間には4人の娘がいる。今は各自自分の才能を生かして己の信じる道をまっすぐと歩んでいる強い子たち。今は一人一人が世界でも通用する強さを手に入れた。本当に自慢の私の子供たち。だけど1年前まではそうじゃなかった。今以上に問題はあった。長寿の月下は誰よりも早くあらゆる分野で才能を開花させて成功を我が物としてきた。文武ともに抜け目のない天才。オーラや指揮解放、能力の扱いも即座に習得して武術も完璧だった。1年前までは間違いなく私の後継者だと疑いもしなかった。今は自分のあり方と進むべき人生の道について悩んでいるのでしょうね。だけど、月下は新たな力と可能性を得た1年前、リスタートを強いられたけど以前以上の力と可能性を持ってきた。たった1年でここまで持ってきたのは月下だからできたことだと思うし、この子は私に似ているからきっと大丈夫だと信じてる。次に三女の桜花、天の江一族の不老不死体質と四季家の無限霊力を受け継いだ系統的天才、ただ肉体センスに恵まれなかったのと詩人事件が原因で落ちこぼれてしまった子。だけど、この1年で戦略を考えるセンスと自作の能力開発による型破りな方法で独自の強さを手に入れた。それに幻想郷で魔女としてのセンスをも開花させて、姉妹の中でもトリッキーな戦いで戦略的に翻弄するという私や東野すらも持っていない強さを手に入れたのはさすがだと感心したわ。そして四女のロカ、この子は月下と同じで早い段階であらゆる分野で才能を開花させていった天才ね。特に四姉妹の中で指揮系能力センスが高いのか、指揮解放の精度は東野から見ても過去最高クラスと言ってたわ。知性は高いけど性格的にやんちゃな子だからいろんな問題に自分から首を突っ込んでいるみたいだし、ある意味不安な子ね。だけど、東野から聞いたけど悪魔の力を身につけたみたいだし、これからどんな成長をするのか、怖いわね。そして次女の節下。この子は正直私も東野もお手上げだった。この子は桜花同様詩人問題でセンスを発揮できない不幸な子だった。それどころか、無限霊力も受け継いでいない。私から見ても戦闘センスは高いとは思っていたけど、桜花と同じで身体ポテンシャルに恵まれていなかった。見た感じ桜花のような戦略性もないし、ゲームが得意とか、特別個性があるとか、成長のきっかけになるものが一切なかったから私もただ自分がやっていた剣術を教えてはいた。オーラも慣れるのにかなり時間がかかった。頭も良くない。ただ私の不老不死だけを持っただけの取り柄のない子だった。だから私は東野にずっと相談していた。節下だけは普通の子として育てよう。とただ幸せに生きてくれたら私はそれでよかったから、親として節下が普通の生活を送れるようにと考えていた。だけどこの1年、節下は姉妹の誰よりも急激に成長した。それどころか私すらも超えてきた。結果にはズバ抜けた直感と戦闘センスがあった。詩人問題が解決したタイミングで結果のオーラや能力技術が格段と成長して、非力をオーラでカバーすることで世界屈指の剣術をも巧みに扱うようにもなった。そして誰よりも早く、東野の元までたどり着き、姉妹で一番早く最も世界一へと近づいた。パトやメリアさんには感謝しても足りないわ。結果と一緒にいてくれたおかげで結果はここまで成長することができた。母親や父親がやりたかったことをやってくれたんですもの。もう私に悔いはない。決めてきなさい。四季家で一番強いのは誰かを。最初に入場してきましたのは世界最強、月読み初行に続く無冠の英雄、四季東野選手です。最低成績ベスト4、最高成績は準優勝と、周りを寄せ付けない圧倒ぶり、今大会の優勝候補の一人であり、世界最強の一人です。本日の相手は実の娘、意気込みをどうぞ。遊びに来たなら、ある程度戦えたという良い思い出を残して返してやる。だが本気なら別だ、ただ残酷に現実だけ叩きつけて、一生のトラウマさえも植え付けることすらいとはない、それが覚悟だ。あっも、可愛い娘が相手なんだからちょっとは娘自慢してもいいだろうに。さあ、引き節下選手、入場をお願いします。節下、止まるなよ、節下らしく、な。お父さんだからね、ある程度なら私だって知ってる、好きにはさせないわよ。よし、行ってこい。節下の力すべてお父さんにぶつけてこい。お父さんに私の強さを見せつけてくるわ。来たぞ来たぞ、双子の姉妹を倒し、一生を屈服させ、そして最強の親。これを超えたら次は恋人。私的にはこの試合に勝ってパト選手と節下選手の恋人同士のドロドロしたリアルファイトも楽しみだけど、それは節下選手次第。その時は全世界にイチャイチャを見せつけて家族でテレビが見れないようにしてやるわよ。全権力使って東野選手を危険にさせたいぜ。でもそれはできないお約束なので、ぜひ節下選手自ら勝ち取ってください。その後はご自由なので。では、最後に気合の一言
ことをどうぞ。娘直々に世界三強の称号を受け取りに来たから称号とお別れを告げておきなさい、お父さん。天下人国だけどちょっと微笑ましい。さあ、本日最後の主役、準々決勝第4試合、引き手塚選手対引き戸選手。試合開始。剣はまだ出さない方がいいか。まずはお父さんのスピードと手癖をある程度発しておかないとね。本当はさすがだ。うちの若手隊長3人を容易に超える。手剣が動かない。過去の試合ではやっていないやり方だな。正解、それでいい。それで十分相手の予測を外すことができる。そもそもオーラの気配だけで十分把握できる。けどせっか、俺みたいに目隠し訓練してないよな。センスだろうな。スポーツでもある不明瞭な目線。要は次何をするかを読ませない必要最低限の目線移動。その代わりしっかり視野に入れることはできない分見た目より難しい技術だ。体術だ。隙が限りなく少ない。だがだからこそ。なに、この違和感。カウンター？しかもちょうど私がガードしにくい場所。狙える隙が針程度しかなくてもいい。すごい一撃。ただの拳の一振りが超大型鉄球でも降ってきたのかってくらい重い。オーラがなかったら骨どころか体の内臓まで全部破裂するわよ。氷をクッションにしたか。俺の攻撃をオーラで防ぎ、残りの反動は能力でカバー。結果無傷。カウンターにもしっかり反応できているな。よく鍛えている。ではワンランク上げよう。しのげよ。せっか天の絵も含め大抵の奴らはこれで終わるからな。キリンの波動くる。反応した。さっきとは比べ物にならない。一気にギアを上げてきた。もうここから甘えに攻撃させない。わかってしまった。正直舐めてた。トウヤはメリアとの試合を見てオーラだけで戦っているのだろう。それであの攻撃力、これは今の主様では到底勝てない。しかも一瞬で絶下の難しい隙を狙って、私から見ても無駄のない追い込み。そこから今も攻め続けている。反撃したいのに、ちゃんとカウンター狙ってるのに。どうした、さっきから同情や大抵に余裕がないんじゃないか。俺はまだまだ余裕だというのに。メリアちゃんとの試合でしっかり勉強したんでしょうね。徹底した私への対策。自分が格上だからとうぬぼれることのない現実さ。それと、ゼロ、フィスト。これだ、あんなに攻撃的で、私ですらお父さんの攻撃を抑えるのが必死で、どうにか自分の一手を入れたいって思って無理にカウンターを入れるけど。こんなものか、絶か。私は能力だって力だってオーラだってまんべんなく使ってる。なのにお父さんが反応して片手で抑えられた瞬間、私のあらゆる力がただ静かに抑えられた。ご視聴ありがとうございました。動画は楽しんでくれましたか？くれましたか？気に入ってくれた人はチャンネル登録してね。してくれたら嬉しいな。私はもうしてるわ。次も気になりますしね。過去の動画は再生リストで確認できますよ。しっかりまとまってるから見たい動画がすぐに見つかります。それはぜひ見ないとね。見てねー。次の動画までお別れですね。また次の動画で会いましょう。約束ですよ。それじゃあ次回もお楽しみにー。